リゾネイト、はい、AI です。今回は第2弾、はい、第2弾、はい、前回 GIGO を押し出して、まあよかった。 GI が一番大好き、はい、もうしっかり目のインナーで、これは同じインナーやけど何が違う？まずカーボンが A カーボンっていうのに変わってるっていうのと、まあまあカーボンの種類が変わったからっていうのもあるかもしれんけど、圧倒的にこう、うん、もうブレードの側面を見ると分かるように、さっきよりもアウター寄りのインナーになってるっていうのが圧倒的に分かるんちゃうかなっていう。ほんまやな、これパッと見アウターよ、パッと見アウター、パッと見アウターで、だから真ん中の板分厚なっとんのよ、うん、で外側の板ちょっと薄くなってる、パッと見アウターっぽいな。これと比べたらめっちゃ良くない？さっきこれもザインナーやつ、だから言うたら、東京スンとかにイメージされるような、だからインナーでもこう威力でさらに求めるタイプっていう。あ、なるほどね。だからどっちかっていうとこのラケットはかなり使える人を選ぶかもしれないっぽいイメージがする、見た感じだと。ちょっとまあ打ってみよう、ちょっと暴れるかもしれない。 OK、うん、ちょっと楽しみ。ラバーはどっちもタブレックス、お願いします。飛ぶ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 、あの前の GI と全然違う、なんかめっちゃいきそうな気がする、うん、お、明らかに一番来るわ、うん、あ、ほんまに早い上に使える、うん、はいはいはい、回転もかかってる、回転もかけれるインナーやけど、結局飛距離もさっきよりかはマス設計になってるから、うん、飛んで、めっちゃ飛んできてる、使う、あ、ほんまに、うん、でもなんかそこまで芯が分厚いからか、そこまで手には響かんのよ、はいはい、だからなんか、あ、思ってるほどいってんのかなって今なんかちょっと不安やった。そんなことはない、まあ、自分の中で掴んでる感覚があんまりない。そう、GI とかと比べると、うん、それでも好み分かれるような、ちゃんと掴んで打ちたい人と、ちょっともう一回打ってみよう、飛んでくる、なんでこれ俺、GIGO って作って、うん、AI って作ったのに AO はないんやろなと思ったら、うん、構成見て分かったけど、それにアウターいらんな、いらんもうだって極限までアウターに近いインナーやから、うん、もうこれをまたさらにアウターにする必要性って全然ないな。イメージ言うと超当たり個体のアウター、アウターはいはいはい、分かる、ちょっと掴むんや、そう、うん、うわ、これアウターやん、めっちゃ球持ちええやんっていう、なんかめっちゃ当たりのラケットを作った、はいはい、だからなんかアウターっぽい打感やけど全然持つ、超当たりのアウター打ってて気持ちいい。なるほどな、このアウターの当たりを探さなくていいってことか、これが最近のだからトレンドっていうかアウターのレッドコンコンしてこう当たりられると探さなくていい、それこれやったらいい、下がり、あ、いい、かけれていいよ、これでした、いいわ、いい、あのストレートの動きだから持つから、持つから、ストレートがめっちゃ打ちやすい、ほら、うん、3連チャン全然入るらしい、ほら4連チャン、めっちゃいいな、あ、めっちゃいいやん、え、よくない、球、うん、
あのこの間やったあの地合い、うん、の方がこうなんでクズンってこう、まあ、持ってたからな、うん、それはなんかすごいこう早いけどなんか一定の距離感保たれたのちょっと返しやすいなまあ、ラバーがダブル X っていうのもあるかもね。ダブル X 自体が結構ぶっ飛ぶし、だから前の GI のあのインナーと組み合わせてちょうどよかったかもしれない。これやったら変な話、もう王道の、まあこれ、八坂のラケットじゃないけど、あの、玉助のラバーとめっちゃ良さそう。もう普通にこれにディグとかで、全然いい。あと、競技でもいいですよ。こんだけあのしっかりしたラケットやったら。競技はありそう。カウンターもう持ったな、うん、持つ、うん、持ったな今あの距離でも持つあ、一番しやすいこれインナーで持てるし板厚で飛ばせるしいいよ何回そのフォルムは怒られんだよ今大チャンス今激アサ頼むあーでもいい掴んでるこれなんか後ろからも全然いけそうこいつが一番になっていくからよりスピードも欲しかったら、うん、ちょっとダブル X っていうのかなバックあ、いいわいいわいい一番いいわなんかこの組み合わせがいや組み合わせっていうかラケットがいいなんか吸い付くような球持ちがするあんだけぶっ飛ぶのに、うん、だからあの球持つのは一瞬やけどその一瞬の安心感がめっちゃある、はいはい、その一瞬でいい球持つのがだからやっぱアウターの当たりっていう表現そうそうそう全然アウターユーザーに使ってほしいインナーユーザーじゃなくてインナーユーザーは多分なあの飛んじゃうと思う逆にアウターで当たりラケット探してる人には絶対いいやんだってもう当たりラケットよそうやろもう探す必要ないやん限りなくその弾みに近くてちゃんと持つんやからっていう結構ないラケットかもしれんね今までない日本にはない構成で言ったらオフチャルフとかが多分そういう板厚厚くしたらいいなみたいな感じになるんやけど、うんそれよりも、なんかもうちょっとラケットをそうそうね、なんか乾いた感じのこうしっかり感が俺は好きこのなんか中国系のああいう湿った感じじゃなくて乾いた感じのガチンっていく感じでも持ってくれるいや、いいよ全然あり結構もう本当に他メーカーのラケットとがっつり戦えるうんラケットやとえこれこの間ライブで何て言ってたよかったってこれが一番みんなやっぱり評価が高かったアウター使ってる人も、うん、やっぱ今西くんもこれって言ってたしあんな激ハイドライブなんだそうだそんなん言われたら今俺のドライブでそれでやってたやんだって今西くん一人だけちょっとあのいやーとか言ってる僕らもちょっと続いてるすぐはほら24時間ライブの時はそうだな確かにどっちが早いいや、あのね速さも変わらんのかもしれんけど体重重いな、ねうん、今のめっちゃ速かった速かったなんかこう速い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 ってしかも俺自分で今
入ると思ってなかったけど入ってたということで、はい、ビートメイト、はい、AI でした。はい、いや最高、すごい、単純にカーボン変えただけちゃうのっていうのでは全然ないっていうことをみんなにしてほしい、もう一言で言うと超当たりのアウターだけどと、弾みあるし、持つし、持つ、玉持ちのいいアウターラケット、しかも板厚くなってるけど実は平均重量そんな変わりない。さすが重量まで調べてるね。なあ、いや、お世話になってますんで。いや、むしろなんか3種類出たけど全然これでいい。まあまあ三者三様、めっちゃ回転かけて行きたい GI があって、でもう楽に飛んでこれ欲しいって言うんやったら絶対 O の方が GO の方が勝手に飛ばせられるから、これはやっぱり持って飛ばしたい。これがでもあれやもん、1キュッパーだよね。1キュッパーもっといけるで、もっといける。強気でもよかった、だって元アトレティックやった、でこのクオリティやで、いや全然なんか3万とかでいいと思う。ああはいはい、あの今の他のメーカーのな、まあ確かにそのラケットに結構匹敵するポテンシャルはあるよと、ね、値段で結構決められがちなとこ出てるけど、性能の中期待値みたいな、実はヤダカは1キュッパで3万レベル出してきたっていうのをみんなに知ってほしい。まあ、やっぱ間違えたらあかんのは、アルネイドとかの後継では一切ないっていう、全然全く関係ない、ラインが違うね、名前が似てるだけ、ネーミングがちょっとややこしい、なんとかネイトって言っちゃうから、好きやな、そういうの。ネイト、ネイト。まあでもこれはマジでちょっと試す価値あり。特にトップ選手とか、大学生とか、多分全然使ったら分かると思う。ということで、はい、ぜひおすすめのラケットなので、リゾネイト AI にぜひ試してみてください。はい、平田君やでも買えます、はい。はい。ということで、以上、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。2本目。